2曲目、お母さんのリクエスト曲、乃木坂さんの命は美しい。
ないし、ありがとう。美しいメロディー。え、待って、50分になってしまいました。やばすぎー。え、急いで松宮さんと話して息をする心を歌って男女みたい。あ、カチャカチャ似合ってる。はちゃめちゃ嬉しい、ありがとう。確かに伝説の魚っぽい。命は美しい。確かに伝説の魚私好きなの。そして今日あの松田美さんとお話をしてきました。レポ、くるくるレポ。あのね、まずこんばんはって言います。そしたら松田美優ちゃんが、あ、やっほー、久々って言われたの。え、久々みたいな。え、久々、え、覚えてるみたいな。私前回言ったの1月だったんだけど、こんばんはって言っただけで、あ、久々って言われて、あらみたいな、嬉しいってなって、そこでちょっと私気持ち悪い反応しちゃって、はぁみたいな、はぁみたいな言ってはって言って、ありがとうございますって言って、一回まあそこはスルーして、まあ、自分が話したいことみんな決めてるじゃん。で違う話になってもさ、忘れちゃいけないから自分の話に戻したいじゃん。で一旦戻して戻して、あ、ありがとうございますでみたいな。でこの前のあの生のアイドルが好きを見ました、面白かったですって言ったんですよ。あのひなさんと沖さんと共演されてた生のアイドルが好きを見ましたって言ったの。見ました、いや、可愛いリアクションじゃなかったよ、多分。本来なら、え？みたいな。反応してた。で、見ましたって言ったら、嬉しい。一回外そう、これ。嬉しい。絶対見てると思ってたって言われたの。見てると思ってた？みたいな。見てると思ってた？ってなるじゃん。見てると思ってたってなるじゃん。ニックネームは優香。ニックネームは優香なんよ。って言ったのし、見てると思ってたって言われたから、え？って言ったんですよ。って言って、そしたら向こうからも、うん？みたいになって、で私まあおこがましいことに、え？私のこと知ってるんですか？って言ったの。私のこと知ってるんですか？って言ったら、おこがましいんですよ。おこがましいこと、私のこと知ってるんですか？って言ったら、いや、もちろんだよ、当たり前だよって、ショールームで私のこと言ってくれてるのも知ってるよって言われて、知られてたの私、やばくない？認知されてたの。嬉しかった、すごくない？おめでとうすぎる、びっくりしたもん。え？みたいなって、え？え？みたいな、お互いえ？みたいな、知ってる、あのショールームでみたいに言ってくれて、ありがとうございますっていう感じ。そう、生のアイドルが好きも見てるって思ってたよって言われて、見てるって思ってた、どういうことって、もう今日は本当にどういうことばっかりでした。いやし、もうね、認知されたということは、これから共演できるようにくるくるも大きくなって頑張ります。いや、おめでとう、ありがとう。そう、最高、みんなと話して幸せになって、あのお話し会のあと帰ってきてからやったからやったんだけど、こうみんなと話して幸せになって帰ってきて、みゆちゃんと話してもう倍増になって、幸せオブ幸せだった。ファンが認知される喜びをそう知れた。私だって認知される喜びは今まで知ってなかった、まだ認知されたことなかったから、推しに知らなかったけど、今日されました、あ、今日されましたね、今日認知される喜びを知りました。みんな認知してるよ、大丈夫、飛び跳ねた。え、今ラジラ出演されてますよね、ま、皆さん、安い、くるくるが嬉しいと僕らも嬉しい、優しい、
風を待つの衣装ですかってめっちゃ言われる。これめっちゃ言われる。確かに風を待つ、いやドキドキ止まらんかったよほんまに、びっくりした。55分待ってありがとう。最後息をする心、前半男女読んで後半歌います。息をする心、勝手に切れたら切れた時で、もうびっくりした本当に認知されてたの。はてなはてなだった頭が。1サビ、いや1番歌って1番歌って2番で男女読むわ。息をする心の宣伝。さっき見てた夢を思い出せ。